はい、それでは時間になりましたので、予備予選の1ヒート目、放送分します。プラクティス開始です。プラクティス時間は2分。コースオープンです。小山に RM、林、石川、栗。はい、小山さん OK です。はい、林さん OK です。本日最速林 10.307 秒。自己ベスト小山に RM 35.420 秒。はい、栗さん OK。 はい、石川さん OK。 全勝 OK です。はい、それでいきましょう。プラクティス終了です。2分間のベストラップです。出走順は小山さん、林さん、石川さん、栗さんの順です。それではいきます。5秒前、まもなくレーススタートです。4、3、2、1、小山に RM スタート、林スタート、石川スタート、栗スタート。はい、全車計測開始しました。2分間のうちベスト1ラップだけ取ります。さあ、1周目終えてトップは栗さんの9秒55です。続いて石川さんの9秒62、林さんの9秒66、小山さんの9秒99と続きます。さあ、石川さんが9秒302、これが今のところトップのタイムです。続いて栗さんの9秒42、小山さんの9秒65、林さんの9秒66と続きます。さあ、栗さんがトップタイム9秒29、小山さん自己ベスト9秒62、小山さんは3番手のタイム、おっと、それを上回るタイム、林さん9秒54、これが3番手のタイム。1分経過、残りが1分です。現在トップタイムは栗さん9秒29、石川さんの9秒30、林さんの9秒54、小山さんの9秒62と続きます。残りが40秒。さあ、栗さん自己ベスト更新9秒28、これがトップタイムです。残りが30秒。残りが15秒。残りが間もなく5秒です。ここで2分。
さあ、クリさん9秒21トップタイム。小山ニアアレンゴール、石川ゴール、林ゴール。ゴールレース終了です。はい、でマシンを回収してください。林さん最終周自己ベスト9秒47。トップタイムはクリさんの9秒21。石川さん9秒30。林さん9秒47。小山さん9秒62でした。それでは続けて予備予選の2ヒート目コースオープンします。プラクティス開始です。プラクティス時間は2分。コースオープンです。オミ、トシ、セツヤ、MAS、うはい、トシさん OK です。マサさん OK。 オミさん OK。 読まない？読まない。読まない。あ、今読んだ。怪しいですね。怪しいです。13.83。ちょっと小林さんポンダー付け替えるんで待っててください。一回通してください。うん、あ、でいいでしょ。今登録し直すので一回通してください。はい。小林さん。ちょっと待ってくださいね。設定です。じゃあ小林さんもう一回取ってください。はい、OK です。はい、全勝 OK です。はい、それでは行きましょう。プラクティス終了です。あれ、ごめんなさい。ちょっと待ってくださいね。小林さん、もう一回お願いします。もう一回取ってください。プラクティス開始です。プラクティス時間は2分。プラクティス終了です。はい、すいません、お待たせしました。それでは行きましょう。2分間のベストラップの予選です。出走順は尾身さん、トシさん、小林さん、増田さんの順で、
それではいきます。5秒前、まもなくレーススタートです。4、3、2、1、鬼スタート、トシスタート、テツヤスタート、 MAS スタート。小林さん読んでないですね。読んでない、うん、車高とか関係あるかも。さあ小林さんが読んでないですが、今のところトップタイムは増田さんですね、9秒43、続いて尾身さんが9秒63、トシさんが9秒11、あ、10秒91です、ごめんなさい、トシさんは10秒91。競争のホンダ、うちのやつ車高低いですよ、車高が、あ、横向きにつけてるのか、できれば縦につけてるし、車高をね、めちゃくちゃ下げたりするとダメだし、2年に1年ぐらいある、縦はい、現在トップタイム尾身さんですね、9秒34、続いて増田さんの9秒43、トシさんの10秒91です。残りが30秒。さあ尾身さん自己ベスト更新9秒29、これはトップタイムに迫るタイムですが、さあこのヒートトップタイムは尾身さんです、9秒29、増田さんの9秒43、トシさんの9秒11と続きます。あれ、さあ残りが間もなく5秒、尾身さん自己ベスト更新9秒29。さあ、あ、今小林さん4番ゴール、 MAS ゴール、増田さんゴール、尾身さんゴール、トシゴール、トシさんゴール、小林さんもゴール、すげえ、小林さん一周で9秒32、トップゴールは尾身さん9秒29、続いて小林さんの9秒32、増田さんの9秒43、レース終了です。マシンを回収してください。はい、それでは予備予選の最終ヒート、コースオープンします。プラクティス開始です。高木さん、プラクティス時間は2分、コースオープンです。 DKG、ラスタ、小松 RM、MM、はい、小松さん OK です。土井さん OK、26.12。もしあれだったらこの予選の間で走ってもらって、高木さん OK、 あとラッサさん、23.16、 OK です。ポジション1、小松 RM、ベストタイム、コロン 9.444 秒。ポジション2、TKG、ベストタイム、コロン 9.508 秒。ポジション3、MM、ベストタイム、コロン 9.767 秒。プラクティス終了です。さあ、それスタートラインに車を並べてください。出走順は1人ずつ、高木さん、ラッサさん、小松さん、土井さんの順です。
それでは行きます。スタート5秒前。まもなくレーススタートです。4、3、2、1。 DKG スタート。ラスタスタート。小松 RM スタート。 MM スタート。はい、計測開始しました。現在のトップタイムはクリさんの9秒212。これが今日のトップタイムです。さあ、1周目から9秒台で入ってきたのは小松さんですね。9秒88。続いて土井さん10秒50。さあ各社、お、高木さんも9秒台入ってきました。9秒54。小松さんがそれを上回るタイム9秒45。ラスタさんも9秒台、9秒99。さあ小松さん9秒330、これトップタイムです。高木さん9秒38。さあ小松さんが自己ベスト更新9秒320。高木さんが9秒350。さあベストの1ラップだけを取ります。予選の組み合わせを決める予備予選やっています。1分経過、残りが1分です。現在のトップタイム小松さん9秒32、続いて高木さんの9秒35、ラスタさんの9秒99、そして土井さんが9秒78、自己ベスト。土井さん3番手のタイム、このヒート3番手のタイムです。さあラスタさん9秒90、自己ベスト更新、残りが30秒。土井さん自己ベスト更新9秒51、残りが15秒。さあ間もなく2分になります。コールあるまで走ってください。ラッサさん自己ベスト9秒74。 TKG ゴール。小松さん自己ベスト更新9秒30。ラッサさんゴール。ラッサさんゴール。 MM ゴール。土井さんゴール。はい、全レース終了です。マシンを回収してください。続いて高木さん9秒35、土井さん9秒51、ラッサさん9秒74でした。それでは予選の組み合わせを作ります。
け、ラサさん、そうですね、次です。土井さん次で、はい、あと30秒ぐらい、予選3分間の予選、自分を見失ってしまった土井さんの好きな ラッサさんってそうですはい、それでは時間になりましたので、予選の1回目、1ヒート目コースオープンします。プラクティス開始です。さん、小山さん、プラクティス時間は2分。コースオープンです。MM、小山に RM、ラスタ、トシ。土井さん OK です。土井さん OK ですよ。あと小山さんとラッサさん。一回だけ。うん。放送オープンしてから。うん、はい OK です。ラッサさん OK。全勝 OK です。はい、それでは行きましょう。プラクティス終了です。出走順は1人ずつ、土井さん、小山さん、ラッサさん、トシさんの順です。それでは行きます。5秒前。まもなくレーススタートです。4、3、2、1。 MM スタート、小山に RM スタート、ラスタスタート、トシスタート。はい、全車計測開始しました。さあ、予選の1回目は3分間の周回です。さあ、前者1周目でトップ帰ってきたのは小山さんです。2位が土井さん、3位ラッサさん、4位トシさんの順。さあ、2周目も順位は変わらず、小山さん、土井さん、ラッサさん、トシさんの順です。ただトップの2台、小山さんと土井さんはほぼ差がないですね。 0.3 秒差です。さあ、土井さん自己ベスト9秒84。さあ、この週は土井さんがトップです。2位小山さんとの差が 0.09 秒、3位ラッサさん前との差が 1.4 秒、4位のトシさんは前との差が 0.3 秒です。1分経過、残り2分、ラッサさん9秒台、9秒93。さあ、残りが2分です。現在トップはこの週小山さんです。2位土井さんとの差が 0.4 秒差、3位はラッサさん 1.2 秒差、トシさんは4位 1.2 秒差です。さあ、土井さんと小山さんともにタイムロスした模様です。ということは、さ、ラッサさんが近づいてくるのか。そう、おお、現在トップ小山さんですね。2位と土井さんとの差は1秒、3位にトシさんが上がってきてますね。4位がラッサさんです。ただトシさんとラッサさんはほとんど差がない、 0.9 秒。さあ、土井さん9秒82、自己ベスト、小山さん自己ベスト9秒59。さあ、残り時間が間もなく1分になります。トップは小山さん、同周回の土井さんとの差が 1.8 秒です。3位がトシさんですね。前との差が 2.6 秒、4位がラッサさん、トシさんとの差が 0.2 秒。さあ、トシさん自己ベスト10秒22、残りが45秒。さあ、小山さん少し飛び出た格好になってますね。2位との差が3秒近くあります。現在トップは小山さんです。2位にラッサさんが一気に上がってきた。3位が土井さん、4位トシさんです。4位トシさん前、土井さんとの差が 0.3 秒。
おっと、この週トシさんが3位に上がったのかな。そうですね、3位にトシさん上がってきました。4位が土井さんになった模様。カウントされてない？あ、そういうこと。さあ、間もなく3分になります。コールがあるまで走ってください。MM ゴール、ゴール小山に RM ゴール、ラスタゴール、ラスタさんゴール、あとトシさん。トシさんギリギリ入ったの。レース終了です。マシンを回収してください。小山さん18周3分2秒、2位がトシさん18周3分10秒、3位がラスタさん17周3分1秒、4位土井さん17周3分3秒。はい、それでは予選2ヒート目、ごめんなさい、予選1回目の2ヒート目、コースオープンします。よいしょ、プラクティス開始です、小林さん、プラクティス時間は2分、林さんコースオープンです。節夜、DKG、MAS、林、OK、林。はい、松田さん OK です。高木さん OK。 あれ、小林さん、今度はこれ、あ、そうか、お、ちょっと待ってください。俺がやりましたけど、074655B655B。 すいません、小林さん、もう一回お願いします。はい、ありがとうございます。 OK です。電車 OK。はい、それで行きましょう。プラクティス終了です。それでは行きます。スタート順は、小林さん、高木さん、増田さん、林さんの順です。それでは行きます。5秒前、まもなくレーススタートです。4、3、2、1、哲也スタート、 DKG スタート、 MAS スタート、林スタート。あれ、林さん読んでない。林さん、あれ、林さん読んで、今読み始めた。さあ、現在トップは高木さんです。2位が増田さん、3位小林さん、4位林さんです。林さん自己ベスト9秒48、高木さん9秒50、自己ベスト。さあ、1分経過してトップは高木さんです。2位増田さんとの差が 0.7、 3位が小林さんです。4位が林さん。小林さんがこの中ではトップのタイムとなる9秒31をマークしています。さあ、ここでトップが増田さんに変わりました。2位が高木さん 0.2 秒差、3位が小林さんです。小林さん自己ベスト9秒16は今日一番速いタイム、増田さん9秒46自己ベスト。さあ、小林さんが前、高木さんとの差が8秒ぐらいであります。3位です。さあ、小林さん自己ベスト更新9秒05、これは今日トップタイムです。高木さん自己ベスト9秒39。さあ、時計は間もなく2分になります。残りが1分です。トップは変わらず増田さん、2位高木さんとの差が 0.3 秒、3位が小林さんです。差が9秒あります。4位が林さん。さあ、ここで2位の高木さんが増田さんに近づいています。 0.1 秒差。さあ、小林さん8秒台入ってきた、8秒98、増田さんが9秒45自己ベスト。残りが間もなく30秒です。
あれ止まっちゃった。残念、小林さん途中でリタイアした模様。残りが20秒です。トップは変わらず増田さん、高木さんとの差を広げた3秒4。3位が林さんです。残りが5秒です。コールがあるまで走ってください。ここで3分。NAS ゴール、増田さんゴール、 TKG ゴール、 高木さんゴール、 林ゴール、レース終了です。マシンを回収してください。3分2秒。2位高木さん19周3分7秒。3位林さん18周3分ちょうどでした。一瞬で読まなかった。普通に通ったけど読まなかった。転がって通った。ああそうなんだ。じゃ裏入っちゃったんだ、はい、ああ残念。はい、それでは予選1回目の最終ヒットコースオープンします。プラクティス開始です。さん、おみさん、プラクティス時間は2分。コースオープンです。フリ、おみ、小松 RM、 石川。小松さん OK です。12.24。小松さん OK です。おみさん OK です。11.14。はい、クリさん、13.26。はい、それでは行きましょう。プラクティス終了です。出走順は1人ずつ、クリさん、尾身さん、小松さん、石川さんの順です。それでは行きます。5秒前。まもなくレーススタートです。4、3、2、1。クリスタート、尾身スタート、小松 RM スタート、石川スタート。はい、全車計測開始しました。現在の暫定 TQ タイム、増田さん19周3分2秒です。さあ、1周目トップで帰ってきたのはクリさんです。2位石川さん、3位小松さん、4位は尾身さんです。さあ、2周目を終えて尾身さんが2位に上がってきました。3位小松さん、4位石川さんです。トップ変わらずクリさん。さあ、クリさんこの中でも9秒25まで出ています。しかし尾身さん、それを上回るタイム9秒20が出てますね。2周目。さあ、4周目小松さんがトップに立った模様ですね。小松さんがトップです。2位クリさん、3位が尾身さん、4位石川さんです。ただほとんど差がないので 0.3 秒の中に今3台入ってます。この週はクリさんがトップ、2位が尾身さん、3位小松さん、4位石川さんです。おお、ここで小松さんがちょっと止まっている模様。石川さん自己ベスト9秒33。さあ、この週尾身さんがトップです。 0.9 秒差でクリさんが2位、3位が石川さん、4位小松さんです。クリさんが9秒19自己ベスト。さあ、トップは変わらず尾身さんですが、クリさん 0.7 秒差です。3位が石川さん、4位小松さん。
さあ、この週クリさんがトップに立ちました。2位尾身さんとの差一気に 3.9 秒、3位が石川さんです。4位小松さん。さあ石川さん尾身さんに近づいてますね。 2.2 秒差です。さあ尾身さん9秒03、自己ベスト、このヒートではトップタイムです。さあ小松さん自己ベスト9秒30、前の石川さんを追います。栗さん9秒19、自己ベスト。さあトップ栗さんと2位尾身さんとの差が4秒ですね。3位の石川さんは前との差が2秒9、栗さん自己ベスト9秒10。さあ2位尾身さんとの差が4秒、残りが間もなく15秒です。さあ残りが5秒、コールがあるまで走ってください。さあ栗さんこのペースでいくと20周乗るそう。ここで3分。鬼ゴール、石川ゴール、石川さんゴール、栗ゴール、栗さんゴール、レース終了です。はい、電車ゴール、マシンを回収してください。20周3分8秒尾身さん19周3分4秒、石川さん18周3分0秒、小松さんが17周3分5秒でした。じゃあ次、予選2回目、20分から。
はい、それでは時間になりましたので、コースオープンします。プラクティス開始です。予選の2回目、プラクティス時間は2分。コースオープンです。小山に RM、都市、ラスカ、MM。はい、都市さん OK。はい、小山さん OK です。はい。はい、土井さん OK、全社 OK です。プラクティス終了です。はい、それでは行きましょう。出走順は先ほどの成績順。小山さん、トシさん、ラッサさん、土井さんの順でお願いします。それでは行きます。5秒前、まもなくレーススタートです。4、3、2、1、小山に RM スタート、都市スタート、ラスカスタート、 MM スタート。はい、全車計測しました。さあ、1周目トップで帰ってくるのは誰だ。1周目トップで帰ってくるのは小山さんです。2位土井さん、3位ラサさん、4位がトシさんです。さあ、2周目も土井さん、小山さん、ラッサさん、トシさんの順です。さあ、3周目どうだ。3周目、小山さんトップです。2位が土井さん、3位がラッサさん、4位トシさんです。さあ、この中で1人9秒台を連発しているのが小山さんです。9秒62が自己ベスト。さあ、小山さん、この週も9秒台でしたね。さあ、トップ小山さん、 2位土井さんとの差が2秒ですね。2秒ほど広がっています。ラッサさんも9秒台入ってきた。9秒57前の週。さあ、間もなく1分30秒になります。残りが1分半。トップは小山さんです。2位が土井さん、3位ラッサさんは前との差が3秒、4位のトシさんは前との差が 2.8 秒です。土井さんも9秒台自己ベスト、9秒87前の週。さあ、今回小山さんが全車をラップしてるんですね。1人9周目を走ってるのかな。これで10周目ですね。残りの3台は現在9周目を走行中。さあ、残りが間もなく1分になります。さあ、小山さん自己ベスト9秒55。トップの小山さんが現在12周目。小山さん、え、お、そうですね、2位の土井さんが現在12周目を走行中。ラッサさんも12周目、差が 6.5 秒。トシさんも12周目、差が 6.2 秒。さあ、残りが間もなく30秒になります。さあ、残りが20秒。小山さんは先ほどの記録を超えるペースですね。自己記録を更新しそう。残りが15秒です。トップは変わらず小山さん、2位土井さん、3位がラッサさん、4位トシさんです。まもなく3分になります。コールがあるまで走ってください。ここで3分。小山にRMゴール。
トシゴール、トシさんゴール、マスタゴール、マスタさんゴール、レース終了です。レースゴールです。マシンを回収してください。18周3分1秒、土井さん18周3分8秒、マスタさん18周3分9秒、トシさん17周3分9秒でした。はい、それでは予選2回目、2ヒート目コースオープンします。プラクティス開始です。松田さん、プラクティス時間は2分、林さん、小林さん、コースオープンです。 NAS、TKG、林、節也。林さん OK です。増田さん OK。 はい、小林さん OK。29.21。 はい、高木さん OK、 全社 OK です。はい、それでは行きましょう。プラクティス終了。出走順は1人ずつ、増田さん、高木さん、林さん、小林さんの順でお願いします。それでは行きます。5秒前、まもなくレーススタートです。4、3、2、1。NAS スタート、 TKG スタート、林スタート、哲也スタート。はい、全車計測開始しました。さあ、1周目トップで帰ってくるのは小林さんです。2位が高木さん、3位が林さん、4位が増田さんです。さあ、2周目トップで帰ってきたのは増田さんですね。2位が林さん、3位高木さん、4位小林さんです。さあ、小林さんが自己ベスト9秒19、高木さんが9秒53、林さん9秒37。小林さん現在4位ですが、ものすごい勢いで前、高木さんに迫っています。さあ、1分経過、残りが2分です。現在トップは林さんですね。2位が増田さん、3位が高木さんです。この3台までが 1.5 秒差、 1.5 秒の中に3台入っています。4位が林さん、小林さんです。高木さん自己ベスト9秒43。1分30秒経過、残りが1分半。さあ、小林さん自己ベスト9秒08、高木さん自己ベスト9秒41。さあ、現在トップ林さんです。2位高木さん 0.5 秒差、3位が増田さん3秒差です。4位が小林さん。残りが1分です。残りが1分。この週も林さんがトップです。 0.6 秒差で高木さん、2位、3秒差で増田さんが3位です。高木さん9秒35自己ベスト、さあ、残りが間もなく30秒になります。現在トップは林さんです。高木さんがそれに続く2位、3位が増田さんです。ただ高木さんトップに近づいています。 0.1 秒差。増田さん前の週自己ベスト9秒38、残りが20秒。さあ、
この週高木さんがトップに立った。 0.06 遅れて林さんに4秒遅れて増田さんが3位です。さあ間もなく3分になります。コールがあるまで走ってください。ここで3分。林ゴール、節也ゴール、MAS ゴール、ゴールレース終了です。マシンを回収してください。林さん19周3分3秒、増田さん2位19周3分9秒、高木さん19周3分12秒、小林さん18周3分1秒。さあそれでは、予選2回目の最終ヒートコースオープンします。プラクティス開始です。おみさん、プラクティス時間は小松さんの2分。コースオープンです。クリ、オミ、石川、小松 RM。はい、クリさん OK です。石川さん OK。 小松さん OK。 はい、尾身さん OK。 全車 OK です。17.78、11.27。はい、それでいきましょう。プラクティス終了です。出走順一人ずつ、クリさん、尾身さん、石川さん、小松さんです。それではいきます。5秒前。まもなくレーススタートです。4、3、2、1、クリスタート、オニスタート、石川スタート、小松 RM スタート。はい、全車計測開始しました。さあ、現在の暫定トップタイムはクリさんが出しています。20周の3分8秒、これが今日の暫定 TQ タイム。1周目トップで帰ってきたのはクリさんですね。2位が尾身さん、3位石川さん、4位小松さんの順。さあ2周目、ごめんなさい、3周目ですね。もう3周目尾身さんがトップ、2位栗さん、3位小松さん、4位石川さん。さあこの中でベストを出しているのは尾身さんですね。9秒135、栗さんが9秒26、小松さんが9秒25、石川さん9秒48、尾身さんが自己ベスト更新9秒12。石川さんも自己ベスト9秒45、クリさんが9秒22。1分経過、残りが2分です。さあトップがクリさんに変わりました。2位が石川さん、3位小松さん、4位、読んでない、じゃあはいスプリット、はい修正しました。現在トップがこれ尾身さんですね。2位クリさんとの差は 0.2 秒、3位が石川さん、4位小松さん。1分30秒経過、残りが1分半。石川さん自己ベスト9秒36、クリさんが9秒18。さあ現在この週トップがクリさんに変わりました。2位尾身さんとの差が 0.09、 3位が石川さん、前との差が3秒、4位が小松さん、前との差が2秒です。2分経過、残りが1分です。トップ
ップの2台、クリさんと尾身さんは20周に乗っかるペース。石川さん、ギリギリ20周入るかどうかというところです。残りが45秒です。順位変わらず、クリさん、トップ、2位、尾身さんとの差が 0.1 秒、3位、石川さん、前との差が 3.4 秒、4位、小松さんは前との差が 2.8 秒です。残りが30秒。さあ、ここで尾身さんがクリさんに近づいてきてます。差が 0.8 秒。石川さん、自己ベスト9秒31。残りが15秒。さあ、尾身さんが 0.6 秒差まで来てる。残りが5秒。ここで3分。クリゴール、石川ゴール、石川さんゴール、オミゴール、レース終了です。マシンを回収してください。3分5秒。2位、オミさん20周3分6秒。3位、石川さん19周3分1秒。小松さん19周3分3秒。今は19周3分3秒。小松さんは19周3分3秒だ、ね、あ、ギリギリ、ギリギリ。
後ろに浮いちゃってます。電源入ってないじゃない。入れる気持ち。入れる気持ち。入れる気持ち。それオリオンのさ、それで、なんかこうちょっとケツが巻き込んでんだよね。ケツのなんていうの、マイナスの方がさ、巻き込んでるから。ちょっとめくっちゃった。こういうふうにこう、ビニールが巻き込んでる。2番目の端子、誰か上からバカってやってみたいな。あ、これ大丈夫。グリ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 ってやるとね、いいんだけど、ロールオンのやつはこういうのこうちょっとカバーになっちゃってるから、ちょうど引っかからないんだよね。こうならないといけないですよね。はい、それではコースオープンします。予選の3回目プラクティス開始です。プラクティス時間は2分。コースオープンです。小山に RM、MM、ラスタ、トシ。
はい、ラサさん、小山さん、トシさん、OK。はい、土井さん OK、全社 OK です。12.23。はい、それでは行きましょう。どこでしょう。プラクティス終了。出走順は小山さん、土井さん、ラサさん、トシさんです。それでは行きます。5秒前、まもなくレーススタートです。4、3、2、1。小山に RM スタート、 NM スタート、ラスタスタート、トシスタート。はい、全車計測開始しました。1周目トップで帰ってくるのは土井さんですね。2位がラッサさん、3位小山さん、4位がトシさんです。さあ2周目、小山さん、ラッサさん、土井さん、トシさんの順。さあこの中で1人9秒台連発で走っているのは小山さんですね。ベストが9秒61。さあ小山さん、2位との差を広げ始めました。2位土井さんとの差が2秒1です。3位ラッサさんは前土井さんとの差が 1.2 秒。4位のトシさん、前ラッサさんとの差が1秒ちょうど。1分経過、残りが2分です。小山さん自己ベスト9秒44。ラッサさん自己ベスト10秒13。さあ時計は1分30秒になります。残りが1分半。さあトップは変わらず、おっとここで土井さんがトップに変わった。0.2 秒差で小山さんが2位、3位がトシさん、4位がラッサさんです。さあこの週小山さんがトップ取り返した。ただ土井さんとの差が 0.046 秒の差、 0.04 です。さあ土井さん自己ベスト9秒78、トシさんが10秒17自己ベスト、残りが1分です。この週も小山さんトップ、ただ土井さんとの差が 0.04 秒。トシさんが3位です。4位がラッサさん、トシさんとの差が、ラッサさんは 2.1 秒。さあこの週土井さんがトップに変わった。2位小山さんとの差が一気に3秒8。3位がトシさんです。4位ラッサさんは前との差が 1.6 秒、残りが30秒です。さあトップ土井さんです。土井さんが15周目、小山さん今15周目、差が3秒3あります。4位のトシさん現在14周目に入ったところ。ラッサさん通ってない、あれなんで、ちょうど裏返って、あ裏返ってた、ああ了解。はい、修正 OK です。あ間もなく3分になります。コールがあるまで走ってください。MM ゴール、小山に RM ゴール、小山さんゴール、都市ゴール、さんゴール、レース終了、はい、マシンを回収してください。18周3分1秒、小山さん18周3分3秒、都市さん17周3分3秒、ラサさん17周3分7秒。はい、それでは2ヒート目コースオープンします。プラクティス開始です。林さん、プラクティス時間は2分。小林さん、コースオープンです。林、MAS、TKG、節也。新たな戦いが勃発。
さん OK です。高木さん OK、 増田さん OK。 お、小林さんちょっと待ってね。小林さんもお願いします。はいはい OK です、ありがとうございます。全社 OK。 クラクティス終了です。このヒートは A メインのギリギリに残っている林さんと、それを狙う高木さん、小林さんですね。増田さんすでに A メイン決定と言ってもいいと思います。ボーダーは19周の3分3秒です。それでは行きましょう、出走順、林さん、増田さん、高木さん、小林さんの順です。それでは行きます。5秒前、まもなくレーススタートです。4、3、2、1、林スタート、 MAS スタート、 TKG スタート、哲也スタート。はい、全車計測開始しました。はい、1周目トップで開始したのは小林さん、高木さん、増田さん、林さんの順です。さあ2周目、小林さん、高木さん、増田さん、林さんの順変わらないですね。ただ1秒の中に全て4台入ってますのでまだ分かりません。さあ今週も小林さんトップです。高木さん、増田さん、林さんと続きます。さあ今週も、小林さん、増田さん、林さん、高木さんに勝った。さあ小林さん、増田さん、林さんまでが 1.7 秒の中に入っています。高木さんちょっと遅れた、前との差が4秒あります。1分経過、残りが2分です。さあ8周目、小林さんトップ変わらずです。2位が増田さん、2秒差、3位が林さんですね、4位が高木さんです。おっと、今週林さんが2位に浮上、3位に増田さん、4位が高木さんです。さあ小林さん自己ベスト9秒07。さあトップの小林さんは2位と3秒ほど差をつけています。林さんとの差が3秒、3位は増田さんです。ただ増田さん前の林さんとは 0.5 秒差、4位の高木さんは増田さんとの差が3秒です。さあここで小林さんがちょっとコースを落としたのかな、今コースには戻ってます。トップは変わってないですね。ただし林さんが 0.7 秒差まで近づいています。さあ残りが40秒です。さあ2位に増田さんが浮上、トップとの差が 0.5 秒。3位が林さんです。前との差がほぼない、増田さんとの差が 0.1 秒。さあ残りが20秒です。トップ変わらず小林さん、2位林さんとの差が 1.1 秒、3位増田さんは 0.2 秒差、3位の4位高木さん、前との差が4秒です。さあの間もなく3分になります。コールがあるまで走ってください。ここで3分。林ゴール、林さんゴール、 MAS ゴール、増田さんゴール、哲也ゴール、林さんゴール。レース終了です。マシンを回収してください。トップは小林さん19周3分00秒、2位増田さん19周3分2秒、3位林さん19周3分3秒、高木さん19周3分5秒。
はい、それでは予選の最終ヒートですね。コースオープンします。プラクティス開始です。おみさん、プラクティス時間は2分。コースオープンです。クリ、オミ、石川、小松 RN。 はい、小松さん OK です。10.36。 はい、尾身さん OK、 石川さん OK。 13.62。 さあ、先ほどのヒートで小林さんが A メインを確実にしたので、小松さんが今 B のトップになってる。 13.40。林さんが A メインギリギリ。でも小松さんは3分のうち 0.4 秒差なんで 9.49。 残りの石川さん、尾身さん、栗さんはまあ A メイン大丈夫でしょう。はい、全車 OK です。今度は 9.42。13.45。 はい、それではいいですか。プラクティス終了です。出走順は1人ずつ、栗さん、尾身さん、石川さん、小松さんです。それではいきます。5秒前、まもなくレーススタートです。4、3、2、1、栗スタート、オミスタート、石川スタート、小松 RM スタート。はい、全車スタートしました。小松さんが19周3分3秒0を上回れば A メイン入りを決めます。さあ、1周目トップで返したら、オミさん、クリさん、石川さん、小松さんの順。さあ、2周目変わらず、オミさん、クリさん、石川さん、小松さんです。さあ、この中で尾身さん9秒17出てますね。栗さんはそれを上回るタイム9秒11。さあ、4周目栗さんがトップに立った模様。2位に石川さん上がってきました。3位が小松さん、4位が尾身さんです。さあ、石川さん自己ベスト9秒23、尾身さん9秒13自己ベスト、小松さん9秒31自己ベスト。1分経過、残りが2分です。トップは栗さんです。2位石川さんとの差が 1.2 秒。3位に尾身さん上がってきた。尾身さん前との差が3秒です。4位が小松さん、前との差が 0.1 秒。栗さん自己ベスト9秒11。さあ、1分30秒経過、残りが1分半です。石川さん自己ベスト9秒20、栗さん自己ベスト9秒07。さあ、時計は2分になります。残りが1分です。トップは変わらず栗さんです。2位石川さんとの差が2秒ですね。2位石川さんとの差が2、トップとの差が石川さん2秒。3位の尾身さん、前との差が 3.2 秒。4位小松さん、前との差が3秒。さあ、ここで石川さんトップ、2位が栗さん 0.8 秒差、3位が尾身さん4秒差。残りが30秒です。残りが30秒。本当、あ、小松さん、あ、じゃあ次、あ、
これ了解。さあトップは変わってないですね、石川さんです。トップは石川さん。2位に尾身さんが上がってきた。3位が栗さん。4位が小松さんです。さあ間もなく3分になります。コールがあるまで走ってください。栗ゴール、栗さんゴール、尾身ゴール、尾身さんゴール。石川ゴール、石川さんゴール。レース終了です。マシンを回収してください。3分7秒、尾身さん19周3分2秒、栗さん19周3分3秒、小松さん19周3分8秒。さっき、全体中、全体中、あ、うん、これですね、土井さん、ベストは10秒09、あ、違う違う、ごめんなさい、9秒78、これがベスト、平均ラップが、はい、それでは時間になりましたので B メインの決勝レースコースオープンします。プラクティス開始です。成績順で決めてください。小松さん、
コースオープンです。小松 RM、TKG、小山に RM、MM、ラスタ、都市ラサさん OK、 小松さん OK、 ラサさん OK、21.34。はい、トシさん OK。はい、土井さん OK。全社 OK です。はい、それでは行きましょう。嘘、プラクティス終了です。はい、すいません。トップは小松さん、高木さん、小山さん、土井さん、ラスタさん、トシさん。はい、じゃあ B 面紹介します。6位はトシさん、5位がラスタさん、4位土井さん、3位小山さん、2位は高木さん、そして惜しくも B メイン、A メインの入りの勝したのは小松さん、 B メイン1位。それでは行きましょう。 B メインの8分間決勝レースです。スタート5秒前、まもなくレーススタートです。4、3、2、1。はい、全車計測開始しました。さあ、1周目、小松さん、高木さん、小山さん、トシさん、土井さんのラスタさんの順で1周目です。さあ、2周目も小松さん、高木さん、小山さん、トシさん、土井さん、ラスタさん。さあ、トップ3、小松さん、高木さん、小山さんは 1.6 秒の中に入ってますね、3台。4位のトシさん、前との差が 3.6 秒、5位、土井さんは前との差が 2.3 秒。ラスタさんは一瞬の差がついています。さあ、トップ、小松さんです。2位、高木さんとの差が 0.7 秒。3位、小山さんは前との差が 1.7 秒です。4位、トシさんは前との差が5秒。5位、土井さんは前との差が1秒です。1分経過、残りがまだ7分あります。さあ、ラッサさん自己ベスト9秒87、トシさん自己ベスト10秒29、小山さん自己ベスト9秒69。さあ、トップの2台、小松さんと高木さんが9周目、そして今3番手の小山さんも同一周回9周目に入ったところ。ただ小山さんのすぐ後ろにトップのマシーンが来てるのか。そうですね、小山さんの後ろにトップのマシーンが近づいてきてます。さあ、トップ小松さん自己ベスト9秒272、2位の高木さん自己ベスト9秒42。さあ、トップ小松さんが12周目に入った。2位の高木さんも12周目、差が 1.6 秒。3位の小山さんが今12周目、前との差が 6.3 秒、少し広がった。さあ、4位の土井さんが3位の小山さんに近づいてきています。差が4秒。5位、トシさん、前との差が 5.8 秒。
さあ小松さんがちょっと抜けててきましたね。2位高木さんとの差が 2.6 秒に広がっています。さあ、まもなく時計3分になります。まだ5分あります。トップは変わらず小松さん、2位高木さんとの差が 2.8 秒。3位は小山さんです。小松さん自己ベスト9秒27。さあ、2位高木さんの後ろがもう小松さんですね。3分30秒経過。さあトップの小松さんが1人ものすごい抜けてましたね。多分ねこれはもう高木さんと一瞬差がありますね。9秒ほど差がある状態。さあさらに小松さん自己ベスト9秒22、土井さん自己ベスト9秒72、小松さんは2位差をラップしてますね。1人25周走っています。高木さん24周、小山さん今24周で前との差は 5.4 秒。4位の土井さん23、トシさんが5位で21周、6位がラッサさん21周。ラッサさんは前トシさんとの差が 2.7 秒。3位の小山さんは前、高木さんとの差が6秒2。4分30秒経過。さあ高木さん、あ、ごめんなさい、小松さん自己ベスト9秒20。さあ小松さんが1人、ハイペースで飛ばしています。1人30周目走行しています。小松さん今、小松さん31周入ったところ、高木さんが今30、小山さん29周、土井さん28、トシさん26、ラッサさん26。5分経過、残りが3分です。さあラッサさんが自己ベスト9秒78。さあここでラッサさんがすぐ前にトシさんがいるのかな。そうですね、ラッサさん前トシさんとの差が 2.4 秒。5分30秒経過。さあトップ変わらず小松さんです。1人34周、2位高木さんとの差が8秒2に広がっています。3位が小山さんです。4位が土井さん、5位トシさん、6位ラッサさんです。おっと小松さんが少しタイムロスがあった模様です。2位高木さんが小松さんに近づいてます。4秒差。高木さん自己ベスト9秒29。さあ6分経過、残りが2分。さあ高木さんもここでちょっとタイムロスがあった模様。再び小松さんとの差が広がりました。2位高木さんはトップとの差が8秒ほどあります。さあトップの2台が現在40周目を走行しています。小松さんと高木さん、小山さんが今40周入ったところ、前高木さんとの差が18秒ほどあります。おっとカウント抜けてる、はい、横丁。さあ7分経過し残りが1分です。トップは小松さんです。変わらず2位高木さん、3位が小山さん、4位土井さん、5位トシさん、6位がラッサさんです。
さあ残りが40秒、残り40秒です。さあトップ小松さん、2位高木さんとの差が7秒ほどあります。残りが30秒。さあトップ小松さんが47周目、高木さんも47周目。おっと 2.4 秒差。ここに来て高木さんが急激に追い上げたのか。読んでない。え、いや、さっきのは直した、さっきの直した。小松 RM ゴール、MM ゴール、DKG ゴール、小山に RM ゴール、ラスタゴール、レース終了です。マシンを回収してください。小松さん49周8分00秒、2位高木さん49周、3位小山さん48周、4位が土井さん45周、5位トシさん44周、6位ラスタさん42周。小松さん読まなかったと言って誰かと並んで入ったと普通に走ったつもりだけど、いや、あれほどこうスタックした時に、ああ、そうです、ああ、そういうこと、うん、ああ、そういうことか、うん、はい、それでは今日の最後のレース A メインの決勝コースオープンします。プラクティス開始です。クリさん、プラクティス時間は2分。小林さん、コースオープンです。クリ、オミ、石川、節也、MAS、林。立ち位置は成績順で決めてください。クリさん、オミさん、石川さん、小林さん、増田さん、林さん。クリさん OK です。小林さん、ちょっと待って、今変えます。0、7、4、5、6、5、B、5、2。はい、OK です。石川さん、OK。小林さん、OK。林さん、OK。はい、松田さん OK です。はい、尾身さん OK、 全社 OK。 壊れてるのは避けた、避けてる。そうか、最大5個しかないです。フリプラクティス終了です。はい、スタートラッシュ。はい、スターティンググリッドはクリさん、オミさん、石川さん、クリさん、オミさん、石川さん、小林さん、松田さん、林さん。さあ、じゃあ A メイン、今日ボーダー残った林さん6位です。増田さん5位、小林さん4位、石川さんが3位、尾身さんが2位、そして TQ はクリさんです。さあ、それでは行きましょう。 A メイン決勝も8分です。スタート5秒前、まもなくレーススタートです。4、3、2、1。
はい、全車計測開始しました。さすが A メイン、綺麗なスタートで久美さん、尾身さん、石川さん、小林さん、松田さん、林さんの順で1周目。さあ、栗さん、尾身さん、石川さん、小林さん、林さん、松田さんの順で2周目。トップの4台が抜け出た格好ですね。1秒の中に4台入ってます。林さん、トップ集団から 2.4 秒差、松田さんは前との差が1秒です。さあ、この中で一番速いラップを出しているのは小林さんです。9秒15が出てます、小林さん。さあ、栗さんがそれを上回るタイム、9秒01。さあ、小林さん、ちょっとミスがあった模様で最下位まで落ちてますね。トップは変わらず栗さんです。2位、尾身さん、石川さん、林さん、増田さん、小林さんの順。さあ、トップ集団が林さんの後ろにまで来てます。さあ、トップの栗さんが9周目、尾身さんも9周目ですね。 0.7 秒差。3位の石川さん、前との差が 0.6 秒差。4位の増田さん、前との差は 5.8 秒差です。林さん、前との差が4秒差。小林さん、前との差が1秒差です。さあ、トップの3台、栗さん、尾身さん、石川さん、ここまでは11周目走行中。今栗さんが12周目入った。尾身さんも今12周目 1.4 秒差。石川さん12周目 3.2 秒差。小林さん自己ベスト9秒12。増田さん自己ベスト9秒31。石川さん自己ベスト9秒11。2分経過、残りが6分。尾身さん自己ベスト9秒16。さあ、トップの3台、少し間隔が空いてきたのかな。トップは栗さんです。2位、尾身さんとの差が5秒8。3位の石川さん、前との差が 1.6 秒。さあ、4位争いが激しいのかな。林さんと増田さん、そして小林さん、この3台、4位争いが激しいですね。さあ、尾身さん、前の週自己ベスト9秒16。さあ、トップクリさんは18周です。尾身さん今18周目、差が6秒2。3位の石川さん 1.7 秒差。4位は林さんです。すぐ後ろ 0.9 秒後ろに増田さん。林さん前との差が 0.5 秒。おっと、この週小林さん4位に上がってきました。ごめんなさい、5位に上がってきました。4位が増田さん。ここで4位の増田さんがミス。小林さんが4位に上がってきました。そして5番手に林さん、6番手増田さん。3分30秒経過。さあ、4位の小林さん、前石川さんとの差がまだ1周近くありません。4分経過、残りが4分。さあ、トップの栗さんですが、このペースでいくとコースレコードを更新しそうです。自らが持つコースレコードを更新しそう。さあ、トップの栗さんが28周目ですね。2位、尾身さんが28周目今。すぐ後ろに石川さんがいますね。尾身さんの 0.2 秒後ろ、石川さん。3位の小林さん、4位林さん、5位が増田さんです。尾身さんのすぐ後ろが石川さん。さあ、この間に栗さん1人32周ですね。もう5分経過、残り3分です。残りが3分。
さん、でも順位は変わってません。トップ栗さん、2位尾身さん、3位が石川さん、4位が小林さん、5位林さん、6位、増田さんです。5分30秒経過。さあ再び2位の尾身さんに3位石川さんが近づいています。あーっとまた転倒。さあただ順位は変わってないと思いますね。そうですね、栗さん、尾身さん、石川さん、小林さん、林さん、増田さんの順。6分経過、残りが2分。トップの栗さんが41周目に入りました。依然としてコースレコードを上回るペースです。6分30秒経過、残りが1分半。さあここで4位の小林さんが3位に近づいてるんじゃないか。そうですね、5秒差まで来てますね。一時期15秒ほど下がったんですが、3位の石川さんに小林さん近づいてきてます。この周で 4.5 秒差。さあただ残りが1分少々。さあこの周 4.5 秒差、小林さん前の石川さんを追います。石川さん前の尾身さんとの差が 2.7 秒。さあ残りが間もなく45秒です。残りが30秒です。トップの栗さん48周目、コースレコードは52周の3分、8分3秒です。さあ栗さん49周目入った、残りが20秒。さあ3位石川さんが尾身さんに 1.4 秒差。さあ栗さん50周目入った、残りが10秒。栗さん51周目入った、残りは5秒。ここで節約ゴール、小林さんゴール、栗ゴール、栗さんゴール、林ゴール、 NAS ゴール、はい、石川ゴール、あと尾身さん、レース終了です。はい、ですマシンを回収してください。58分3秒254はコースレコード。2位が石川さん、3位尾身さん、4位小林さん、5位林さん、6位増田さん。